神奈川軍は、朝鮮民主主義人民共和国公海北道に属する軍。公海北道の南部、冷静交流域に位置する。一遊、十四里を管轄する。三国時代にはくだら、後に、高栗の藩都であった。統一白木時代には牛峰県とされ、関州に属した。高来王朝成立後の995年、関内道の所属の県となる。年。 西海道平州に編入される。1061年には海上府に編入された。朝鮮王朝成立後の三百九十五年、豊見道牛峰県となる。六百五十二年、公海道牛峰県と海上府公院県が合併され、公海道、神奈川郡に改編された。八百九十五年には、地方制度改革によって、神奈川郡と宇崎山郡が分離され、 海上府に属した。翌1896年には、公会堂所属となった。日本統治下の1914年、うさぎ山軍が廃止され、その大部分が神奈川軍に編入された。1943年現在、13面百十里が所属した。1947年、超豊か軍から北面を編入。1950年、西北面と山外面を、 延安軍に移管し、十二面百三里に再編した。1952年12月に行われた、軍面離島配合に伴い、牛盆、神奈川、古東、北、有徳面全域と冬仮面の一部、超豊か軍、礼北面の一部、西南面の一部、平山軍、平山面の一部を合わせ、神奈川軍が再編され、旧金川もに由が置かれた。旧神奈川軍のうち、 外流、五七、左、工事面の全域と、うさぎ山空の一部を、うさぎ山群に、冬仮面の五里を、平山群に、うさぎ山空の一部を、寒温度鉄源群にそれぞれ移管した。2002年10月現在、一遊14里が置かれている。この節の出展、ありがとうございます。